サーブ EV-1 は、スウェーデンの航空機メーカーサーブの自動車部門が1985年に開発した、完全に機能する、路上走行可能な将来のデザインスタディである。サーブ EV-1、全面サーブ EV-1、側面サーブ900ターボ 16V を元にした、くさび型を下にプラス2のクーペであり、ボディは、後半製で、屋根はすべてガラス製であった。 デザインは、ビョルニエンバールの柵で、ガラス製の屋根に据え付けられた66個の太陽電池による太陽エネルギーで稼働する室内空調ファンのような装置を含むボディワークは、レーフメルベリの手によるものであった。この装置は、太陽光の下で停車中に車内を冷やした。前後のバンパーは、複合材料で補強されたアラミド繊維製で、衝撃を吸収し元の形状に復元するように、 設計されていた。ドアにはカーボンファイバー製の側面衝突防御部材を備えていた。ほとんどの部品はサーブ900ターボ16からの流用品か改造品であったがシートはシボレーコルベットのものを使用していた。エンジンは出力が 285A 馬力まで高められ最高速度は 時速2 7 5トル0時速1 0 0トルまでの加速は5.9秒であった。興味深い装置は、速度計が現在速度の近辺のみが光るもので、これは改良されて、後の量産が他社で、標準装備とされた。前面ガラスは側面まで回り込み、この時代としては、非常に深い急勾配で寝ていた。その一方で、 A ピラーは垂直に近い角度で立ち素晴らしい視界を確保していた。EV-1 は映画バックトゥ・ザ・フューチャーパート2の背景で見ることができる。ありがとうございます。